皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介する品物でありコーナーはということなんですが、こちらですね、ディアゴスティーニさんより発売されております700分の1統一スケール東方怪獣コレクションの第21号の開封レビューということになります。どうぞよろしくお願いします。今後はですね、ゴジラ VS モスラですね、1992年ですけどもに登場した、そのモスラの成虫のパーツ第2弾ということで胴体と脚部が付属すると、いうことのみですかね。今回はね、他の怪獣とはつかないということなんですけども、見ていこうと。で、前回ね、こちら頭部の方が配布ということになったんですけどもね、まあ、初代モスラの成虫とはかなり違って、その初代モスラの成虫はやっぱりこう、まあ、巨画ですからガー感が強い感じがあったんですけどね、うん、今回のこのモスラというのは非常にこう色合いもファンシーというかね、うん、あの子供さん受けも非常にする色合いかな。顔に関してもなんかちょっと可愛らしい感じですよね、うん、というまあものが前回ついたんですが、今回その、まず胴体ですね。胴体もね、それに習ってやはりこうなんですかね、温かい感じの色合いになってますね、うん、でこうモールドもかなり打ってあるように見えますね、うん、でやっぱ昆虫ですから、ここのね、節々というかね、この作りのこととか、あと白かな、これは何て言うんでしょうかね、この辺りがね、昆虫に詳しい方に言わすといろいろ言い方があるんでしょうけど、であとここにこう今から刺しますけど、脚部がついて、ここにもう一個穴があるんですね。これは多分あれ最終完成する号かな、このモスラが。多分ここにね、この言えば台座がつくんだと思うんですよね、こうね、おそらくね、うん、であとは脚部ということなんですが、脚部もねこんな感じですね。はい、こう細身なんで丈夫さどうかなと思ったんですけどね、結構これは丈夫です。折れたりっていうのは、あの割合こう弾力のある素材のようなので、作りなので、あのなかなか折れたりっていうことはなくて大丈夫かなと思いますね。じゃあつけてみたいと思います。これがこちら差し込みに当たる方ですね、差し込み口ですね。ここに関しては番号等は振ってないんですけど、あ、振ってるのかな、ひょっとしたらこの一番穴の奥にあるのかもしれませんけど、書いてるかな、ちょっと待ってくださいね。書いてるようには見えないですけど、一応説明書きによると、ここから 1,2,3,4,5,6 という順番になっているようです。で、足の方には番号が振ってます。ここですね、これですね、これ1ですね。で、まあこんな風にグッと刺していくということです。順番にね、全部 1,2,3 と 4,5,6 という風に振ってくれています。はい、で、まあ取れやすいようであれば、接着剤等で止めてくださいということがやっぱ書かれてましたね。前回の前回というか以前のモスラ幼虫、あの時の脚部もね結構取れやすかったので、まあもう分解等をしないという方はね、ボンドというかその接着剤ですかでつけるのまあ一つなのかなと思うんですが、私はちょっとまだそこには至ってませんけどね。こんな感じですね。そしてここに頭部がはまると、はい、こういう感じでどうですかね。まあなんせね、まだ羽がないので、やはりこのモスラのね特徴の大きな羽、それがやっぱりないのがね、なんとも早く次回そしてその次ということになるのかな、楽しみですけどね。で、これがね、ここの言えば体長が60メートルということなんですよ。で、体長60メートルということなんで、こちら初代ゴジラが50メートルですから、どうかなと思って試したんですけど、やっぱりねちゃんとなってます。ほら、こういうことね、700分の1の統一スケールということですよね。で、ここに羽がついたら、モスラは確かこの翼鳥が、翼鳥っていうのかな、翼じゃないけどが、120メートルかぐらいあるので、まあ言えばモスラ、いやごめんなさい、初代ゴジラ
2頭よりも長いってことですね、大きいってことですね。はい、まあ、そのあたりも再現されるんでしょうね。ですからまあこのいわゆるこの時の劇場版、この時のゴジラ、そしてバトラとのこのジオラマ的なものもね、楽しみだなと思ってますけどね。さて、いずれ再現できたらなということですね。さあ、じゃあですね、あ、今もちょっと撮れましたけどね、これで皆さんなくさないように、ね、気をつけていただいたらいいんじゃないでしょうか。さて、じゃあ冊子の方ちょっとね見ていきましょう。冊子の方はですね、まあまずね、このピンナップ、これがねいいですね。やっぱこう、初代モスラは東京タワーでしたけども、このモスラは国会議事堂にというところがね、一つ大きなトピックでしたからね。このグラビアもね、やっぱモスラにはね、カラーグラビアがやっぱ嬉しいですよね。どう考えても極彩色ですからね。で、このモスラの話が載っていて、で、あとはバガンのこともね、実はちょっと載ってるんですよね、バガンのこと。それまだちょっと面白いと思います。それから、これかな。映像の舞台裏、ビハインド・ザ・ムービーとして、ファンだけでなく世間に向けて発信、東宝が挑んだ多角的な宣伝戦略、ね、ゴジラ VS モスラ1992の1ということですね。本作は平成ゴジラシリーズ史上最大のヒット作となった。その要因は東宝全体で取り組んだ数々の企画の成功にあったですね。で、まあいろいろ載ってまして、懐かしのグッズもあって、あ、これ持ってる持ってるっていうのがあるんですけど、で、実際この作品、あ、まあそれは後にしましょうかね。よいしょ。であとは、東宝特撮映画史、本田石郎伝、ボリューム4、栄光と衰退の間で、狭間かなで撮り続けた、特撮映画キングコング対ゴジラから怪獣送信劇までですね。そして、東宝怪獣グッズコレクションボリューム15、モスラ成虫1992年、このバージョンのモスラについてのいろいろグッズが載っている。まああったあったっていうのがね、持ってる持ってるとかね、まあのが楽しいところです。さて、次号がですね、6月4日になるんですね。もうね、22号ということでモスラ成虫の3が来るんですね。これだから肩羽と言いましょうかが来るということになりますね。そして、あ、ここにも台座がありそうですね。これね、多分これが台座だと思うんですよ。そして第23号6月18日これがまた楽しみですけどね、サイズ感も含め、ゴジラ1962、いわゆる金ゴジですね。そして、ゴジラの、ごめんなさい、モスラのパーツが来て、これでモスラが完成となるわけですが、やはりこちらにちょっと関心が高まりますけども、同時にね、これって皆さんどう思われますか。このシリーズって、このね、あのディアゴスティーニさんのこのシリーズって60体ぐらいを一応まあそのモデル化しようというね、フィギュア化しようという企画なんですけど、キンゴジが来てね、キングコングがないのは寂しくなりますよね。でもまあ権利の関係で難しいという話にきっとなるんでしょうけど、やっぱりね、もうそれがラインナップしてもらえたら嬉しいなと思うとこですね。はい。さて、で、ですね、あ、ごめんなさい、ゴンタ君が吹っ飛んでしまいました。これね、当時のチラシを持ってきましたけども、国際色の大決戦とあって、まあ、この作品がその、VS シリーズで、まあ、最大のヒットというふうにはここで書かれてましたけど、まあ、いろんな意味でなんか、こう、特撮ファン心をくすぐるという話だったんですよね。その出演陣が、例えば、ここの二人ですよね、まずね。篠田三郎さんが出てるということで、ウルトラマン太郎が出る。そして、宝田明さんということで、もうゴジラレジェンド俳優ですよね、が来る。そしてさらにですね、どこだ、小林明治さんということになるので、言えば、ウルトラマンの村松キャップであり、ね、立花のおやすさんでありとかね。まあ、とにかくね、その特撮ファン心をくすぐる方々が多い作品だったんですよね。そして、初めの、まあ、オープニングシーンも、こう、インディ・ジョーンズを思わせるような展開がちょっとあったりとか、まあ、非常に面白かったんですよね。まあ、そのあたり、ゴジラとモスラ、まあ、ゴジラにとってはモスラはね、ある意味最大の敵なんで、勝つことができない敵、どうしたらいいのか、まあ、その辺も含めての展開が非常に楽しい作品でしたね。はい、というわけでね、まあ、このモスラの完成も、
当然楽しみに今後、事故をね、以降待ちたいと思いますが、というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。